豊橋創造大学で10月28日土曜日、ヤングケアラー学生向けフォーラム、あなたならどう考える？ヤングケアラーについてが開催されました。これは学生や若者を含む幅広い世代にヤングケアラーについて知ってもらうとともに、ヤングケアラーについて考えるきっかけになればという思いで、地域の方も多く集まる学園祭と同日に開かれました。フォーラムは2部制で、第1部はヤングケアラー協会理事の高貝人さんを講師に迎え、ヤングケアラーについての講演が行われました。高貝人さんは元ヤングケアラーで、アルツハイマー型認知症の祖母の介護を10年間行いました。講演ではヤングケアラーについてはもちろん、問題やどういった関わりが必要なのかなど、自身の経験を踏まえ分かりやすく話しました。会場に集まった参加者は高貝人さんの話に耳を傾け、中には熱心にメモを取る人もいました。第2部は元ケアラーでお笑い芸人の金太郎さんをゲストに迎え、高貝人さんを司会に学生とトークセッションを行いました。このトークセッションでは、参加者が自分のスマートフォンから質問を投げかけ、金太郎さんが答えていきます。スクリーンに参加者からの質問が表示され、金太郎さんは自身の体験談を話しつつ、一つ一つの質問に真摯に答えていました。最後に、介護する立場になった時は自分だけで抱え込まず、地域包括支援センターに助けを求めてほしい、また周りにヤングケアラーの方がいたら行政で相談に乗ってくれる場所があることを教えてあげてほしいと話し、フォーラムは終了しました。なんかすごい参考になりました。自分も今認知症の父を抱えているので、いろんな話が聞けて良かったです。やっぱヤングケアラーのことについて知らない部分がたくさんあったので、それを知れてもうすごいためになったなって、将来自分がその看護師として働くときに、その情報をみんなに共有できるような人になりたいなと思いました。僕が将来的にそう介護とか経験することになるか分かりませんが、もしなったとき役に立つことを学ぶことができたので、いい機会でした。ありがとうございました。今回のフォーラムを通じてヤングケアラーの理解を深めていただく中で、今までよりも一歩踏み出して温かい言葉かけや寄り添った対応をしていただけたらありがたいと思います。人知れず悩みを抱えているヤングケアラーに明るい未来が届くよう、行政だけではなく地域の方々や身近な方々の協力を得ながら、みんなで支えられる社会を目指し、ココエルでは今後もヤングケアラーの支援に取り組んでいきたいと考えています。続いてはお知らせです。ゴミゼロ運動環境協議会では、自分のゴミは自分で持ち帰りましょうを合言葉に、皆さんの参加による美しい街づくりを進めています。11月11日の市民の日を含む10日間を秋のゴミゼロ運動として、市内一斉の清掃活動を呼びかけています。実践活動では、豊橋市の花であるツツジをデザインしたゴミゼロアートゴミ袋を使用して実施、ゴミを拾った後にステーションにゴミ袋を積んで、豊橋の街中に満開のツツジの花を咲かせましょう。ゴミゼロアートゴミ袋は事前に計画書をご提出いただいた方にお渡ししています。計画書はゼロカーボンシティ推進課で配布します。詳しくは市ホームページをご確認いただくか、ゴミゼロ運動環境協議会事務局電話 053251-2399 へお問い合わせください。さて、今回の豊橋ナウはいかがでしたか？次回もお楽しみに。続いては街角ネット田原です。